ね、やはりまあ、福岡国際に初めて出場してからですね、はい、国際大会いくつか、まあ、大抜擢と言ってもいいぐらいですね、いろんな大会に使ってきたんですけれども、はい、まあ、初めのうちはですね、まあ、目標高く持ってというところだったんですけども、はい、だんだんやっぱり荷が重いと言いますかね、私で大丈夫なんだろうか、いけるんだろうかというような迷いがあったようですけれどもね、ここのところまた少し、ね、元気を取り戻してきました。このジュラエワにその福岡で優勝したときに背負い投げで一本勝ちもしています。田村涼子が怪我で欠場した福岡国際に優勝して一つまた浮上してきた北田佳代、直前の合宿を通じて自分自身の切り替えができたんだというふうに話をしています。不安を拭い去ってのこの畳の上、北田の初戦です。いろいろな形からでもスッと得意の背負い投げに入っていける強みがあります。そうですね、外国選手の強い組手の中にあってもですね、体が今内股ですね、はい、効果を取りました。その自分の得意技を持っているという強みです。はい、形に入れば1本を取れる背負い投げを持ってますし、また組手が強い相手に対してでもですね、柔らかくこう沈み込むっていうんですかね、はい、入ることができます。この北田の担ぎが強いのはジュラエワも分かっています。この背負い投げですね、1本、はい、見事です。立ち上がりの表情、あるいは出口コーチに肩を抱かれて出てきたあたり、硬さがあるのかなと思ったんですが、畳の上に上がりますといつもの北田佳代でした。いい勝ち方でしたね。そうですね、綺麗に飛び技で入りましたので、気持ちがよく次に臨めると思います。早い段階で内股で崩した効果があって、あ、綺麗に背負ってま す, そうです、ね、入った後の持ち上げ方が良かったですね、はい、そこで座り込まずに膝を上げていったところがさらに良かったと思います。立ち姿勢から潜り込んで見事に片膝を跳ね上げての背負い投げ、北田佳代一本勝ちです。